全ての修復が完了したみたいだな。お疲れ、漂白者。君がいてくれなかったら今頃はどうなっていたことやら。お前がフォードだな。漂白者、言い忘れてたんだが、あれからモニカが彼女の情報を見つけ出したんだ。彼女はブラックショアの花持ち、戦場で医師として働いていたものだ。だけど彼女は数百年前に嫌いの港で起こった悲鳴ですでに命を落としている。つまり生きているはずがないんだ。フォードは私たちの中の一人。テティスシステムにおける私たちの名はネクロスター。私たちはブラックホールの自称の地平線にとどまり、永遠に闇の底へと落ちていく。私たちは悲鳴によって砕かれ、観測者の呪いにより死ぬことさえも選べない。またこの島に降り立ったのね。お帰りなさい、漂白者。危険な目に遭うあなたを見過ごせなかった。勝手な行動をとってごめんなさい。私がごめんなさい。こんな感情表に出すべきじゃないのに。あなたが見たのは間違いなく私。ずっと昔、あなたがこの島でブラックショアを立ち上げた頃、私はあなたを補佐してこの場所を管理するだけの存在だった。あなたはかつてここでバラバラだった世界をつないでいたけれど、すべてを手放し漂白の旅に出た。あなたが失ったのは記憶だけじゃない。あなたが去った後、ブラックショアはテティスシステムが統率してきたから、彼らはあなたの存在を知らない。それがあなたの望み。自由に行動するための。だけど、ここはあなたが築き上げた場所。いかなる資源も自由に使って構わない。あなたはここの主。でも、ここの仕事は、対局から見れば些細なもの。あなたがブラックショアをテティスシステムに任せたのも、それが理由。そして今、この全てを終わらせることができるのも、あなただけ。あなたがまた、未来へ一歩踏み出すためにも、必要なこと。フォード。確かに彼女はブラックショアの花持ち。でも彼女と亡くなった人たちには不可解な謎がある。彼らはあなたが嫌いな港で目撃した異常周波数の原因、そしてそのエラーを修復できるのはあなただけ。大丈夫、安心して。
私がついているから、昔のように。ごめんなさい、これ以上は言えない、あなたと約束したから。でもテティスシステムを修復していけば、あなたが過去と決別した理由がわかるかもしれない。そういえば聞きたいことがあるの。今週での旅、あなたは満足してる？そう、それならよかった。地下に向かうゲートが開いた。そこをくぐればブラックショアの最下層までたどり着ける。今週から始まったこの旅は、やがてブラックショアを通じてソラリスの全土に至る。最後にもう一つお願いがあるの。すべてが終わったら、あなたの今週での物語を私に聞かせてくれる？